おじさん、これって本当にプロレスの試合なの？なんだかキックボクシングみたいだけど。俺は一言もプロレスだなんて言ってないぞ。勇者、中央へ。それって詐欺じゃない。あー、やっぱかよちゃんの言う通り騙されたんだわ。詐欺も何もここに来るまで散々いろんなチェックをしただろうが。プロテストも受けたし、普通はそこで気がつくもんだぞ。だってだって、練習やプロテストでグローブつけるのは手首を守るためだと思ったし、今日だって異種格闘技戦だと思ったんだもん。私やめる。女子プロレスじゃないなら試合しない。バカ、早まるんじゃねえ。離してよ、つけて。あ、どこ触ってんの。どうした。なんでもねえ。早くゴング鳴らしてくれ。細かい話は後だ。とにかく試合をしろ。お客さんに対して失礼だろうが。くそ、あの親父、試合が終わったらぶん殴ってやる。試合が始まったっていうのにいつまでもセコンドと話し込みやがって、なめんじゃないよ。ワン、ツー、スリー。血を殴る前にこっちを先にやっつけないと。はい、はい。バカ野郎、何やってるんだ。回り込め、回り込むんだ。うるせえ。終わったね。何のために練習してきたんだ。少しはいいところ見せねえか。騙しといて偉そうなこと言わないでよ。セコンドアウト。これ以上いいのを食らっちゃ危ねえ。セコンドアウト。次のラウンドはとにかく相手の攻撃をかわすんだ。あんたに指図されたくないわ。セコンドアウト。うっさいわね。ダウン2。逃げられねえんだら少しは反撃しろ。勝ってるわよ。一丁前のことするじゃん。クリンチだ、抱きついて逃げろ。好き勝手なことしてくれてお返しよっと。やめろ三井。のバカ、あいつなんてこと。原点、原点。ビーン、おちょくりやがって。二度とリングに上がれないようにしてやるよ。あの髪の長い選手、どこかで見たことありませんか。行きなさい、やりなさい。ほら、そこです。やっと調子が出てきたじゃねえか。それでいいんだよ。最近じゃキックはコンビネーションだとか抜かすやつがいるが、そんなものは二の次だ。大事なのは相手をぶっ潰そうとする闘争心さ。だが残念なことに、お前の攻撃でまともに使えるのはその足しかねえ。次のラウンドはその足を思う存分使ってこい。いいな。もうやめようよ、あやね。これ以上戦ったらあやね壊れちゃうよ。いや、あいつに借りを返すまでは絶対にやめない。もう壊れてる。ラストラウンド。2回ミス。ポイント取られてんだから KO しかねえぞ。思い出しました。あれは2年 B 組の三ツ矢矢で。おめえ、うるせえぞ。神田川に浮かべてえのか。いいえ。あやね、負けたくない。プロレスラーになってトヨタさんと勝負するまでは負けられない。さあ、
こんなところで負けるなんて絶対に嫌だ。ブレイクできるか。根性だけは認めてやるよ。だけどこれで終わりだよ。私はプロレスラーになるんだ。自分たちより大物が入ってやろう。ワン、ツー。試合タイム3ラウンド1分48秒。